レッドブル RB7 は、レッドブルレーシングが2011年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラ1カーである。2011年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。2011年、開1の車体規則は、再び大きく変更された。まず、2009年から多くのチームに採用されたマルチディフューザーが禁止され、 ダウンホースが削られることとなった。昨年の大きなトレンドとなったカイダクとも、ドライバーの操作でマシンの空力特性を変化させるデバイスであるとして禁止された。一方で、2010年はホーッたによって自主規制されていたカーズが再び採用されることになった。そして、リアウイングのフラップを開閉し空気抵抗を減らすシステムであるドラッグリダクションシステムが 新たに採用された。RB7 は、このような車体規則の変更に対応して製作された。2010年シーズンのマシンである RB6 に、引き続き、リアサスペンションは、プルロッド形式を採用する。トーションバーなどの構成部品は、ギアボックスケーシングの判内装式から、外装式に変更された。RB6 で注目されたブローオンディフューザーは、排気管を延長し、 リアタイヤの内側に吹き付ける新方式となった。さらに低速時にも一定の排気を保つオフスロットルーブローイングを使用した。2011年第9戦イギリス GP においてオフスロットルーブローイングが禁止されたが、この規制変更は直後に撤廃された。一方、V ノーズと呼ばれる特徴的なノーズは新たにモノコック項の制限が 車体規則に追加されたことで左右の突起の高さが RB6 に比べ抑えられている。また2008年から採用されていたシャークフィンはリアウィングとの接続が禁止され一定の間隔を空けるよう定められたためバレンシアティスト時にはこの規則に沿った小型化されたものが装着されていたが後に外されている。ダミーカメラの位置が再びノーズ先端に戻されている。 RB7 はフロントウィングと路面の距離が近くなるようリアの車高を上げている。ブローオンディフューザーとともにこの車体の前下がりの傾斜がレッドブルの速さの秘訣と見られている。搭載エンジンはルノー製で変更はないが一時期エンジン名を日産の高級車ブランドであるインフィニティに変更するという噂があった。しかし噂に反し3月1日にインフィニティとは スポンサー契約のみであることが発表された。カーズは、ルノーとレッドブルが共同開発したマニエッティマレリ製システムで、ルノーの装置をベースにしているが、ロータスルノー GP が使用しているものとは、設計が40%異なるとみられる。通常、ユニット一式を、車体中央部に搭載するが、レッドブルはバッテリーを、ギアボックス左側面に取り付けた。この搭載位置には、 熱や振動といった課題がある。RB7 は2月1日にバリンシアサーキットにおいて発表され、セバスチャン・ベッテルによってシェイクダウンされた。開幕戦オーストラリア GP では信頼性に問題があるとしてカーズを搭載しなかった。しかし、RB7 は開幕から別段の走りを見せた。ベッテルはカーズを搭載した他チームのマシンを抑えてポール・トゥ・ウィンを成し遂げ、 カーズの存在目的や使用方法に新たな見方をもたらした。序盤戦はカーズのトラブルが続き、エイドリアン・ニューウェイは正直に言えばマシンにカーズは搭載したくないと述べた。RB7 は特に予選においてライバルに圧倒的なタイム差をつけた。ベッテルはシーズン最多記録となる15回のポールポジションを獲得し、レッドブルチームとしては韓国 GP で ハミルトンに奪われた以外はすべてポールポジションを獲得するなど圧倒的な状態だった。ベッテルはポールポジションからスタートし、DRS が有効となる3周目までにギャップを確保して逃げ切るという勝ちパターンを確立した。チームはオフスロットルブローイングの開発で他をリードしており、シーズン中に規制が決まると予選のアドバンテージが失われると噂された。 チームコンサルタントのヘルムート・マルコは FIA の判断に不満を表しライバルのメリットを指摘した第13戦イタリア GP で優勝したセバスチャン・ベッテルの RB7 レッドブルは得意とするハイダウンホースコースに加えてエンジンパワーにハンディのある高速コースでも優勝した第13戦イタリア GP で優勝したベッテルは予選決勝ともトップスピードは再開ながら ショートギアで加速を優先するというギャンブル的なセッティングを成功させた。一方、第12戦ベルギー GP ではサスペンションにピレリの推奨値よりも強いネガティブキャンバー角をつけた結果、タイヤに深刻なブリスターが発生するトラブルが起こり、安全性の検知から避難された。後半戦はマクラーレンやフェラーリとの差は徐々に縮んだものの、第十五戦日本 GP において、 4戦を残して、ベッテルのドライバーズチャンピオンが決定。コンストラクターズと合わせて、2年連続のダブルタイトル獲得を果たすなど終わってみれば、シーズン19戦中 18pp、12勝という圧倒的なシーズンだった。2010年はベッテルに対抗する力を見せていたマーク・ウェーバーだったが、ピレリタイヤへの適用に苦心し、ベッテルが11勝を挙げたのに対し、1勝に止まった。 ありがとうございます。